ももう今まで自分たたちが持ってたもの、知知識、知恵、そういったものって全てもういらなくなってしまうそこでガサッと多分僕たち自身がそれを嫌が多いのも剥がれるわけですよね。そこでやっぱり内側と向き合うことだったりとか自分の人生と向き合うこと,となかなか生きていくのが難しそうな人でもそこで神と出会うとか神と出会うイコール自分の内側ですよね。 私の、えー、人生に影響を生む、そうですね、心に深く残っている本の一つとして。この神谷美恵子さんの生きがいについて。を紹介させてもらいます。<noise> 当時ね、ハンセン病というものはもう。 死病であって絶対に治らない人にも移ってしまうから隔離しなさい隔離の島に送られてどう考えても未来がないという状況で自分たちの価値をどうやって見出していくのか自分たちの生きる気力をどうやって見出していくのかそれを神谷美芽子さん自体が実際に見てきて経験されてきたことですけど例えば病気があって何もできなくなってしまったそれは社会に対して何か寄与できるもの例えば何かを作ってあげる。 芸術的なものを作るだったりとか誰かに貢献できることっていうのは人間の価値だったたとしたらそうじゃないと態度価値っていうことをフランクルさんはあのおっしゃるんですけど要するにもう最後自分が死に行くだけの運命であったとしてもこの死に対して私はどういう気持ちで受け入れていくんですとその態度を示すことその態度を見ている人間たちがこういうふうに生きていこう希望を見いだせるとか今自分たちが何をできるのか。 運命人生に対してどういう態度で応えていくのかその態度価値っていうのって今こういう社会だからこそすごく重要なものだと思うんですよ特にこれから AI だったりとかいろんなものがテクノロジーが発達していくだろうしそれこそ自動運転だったりとかでいろんな仕事がもうオートマティックになっていく自動化されていく中であって生き方が180度っていうか何度か分かんないけどガラッと変えられちゃうわけですよね。我々は本当に絶対これから今までの 価値観だったら生き甲斐っていうのははなななくなるはずなんでだからこそじゃあどうなのって人間の生き方ってそういうものはやっぱり再定義していかなきゃいけなくてお金を生み出すどうやって労働力としての素晴らしい自分の能力を世に対して示せるかってうそうじゃないんだと人間ではそのとことに対する態度なんだとそういうことに対する美しさだったりとか価値ってものを見出していくこです、ね、人間というものはよほど意味を求める欲求が強いらしく。 苦悩をしつつあるときでさえそこに何ほどかの意味を感じたいらしい一体何のために毎日こんなに苦しんでいるのであろうこの世においてのみ神のために苦しむことがあなたに与えているのだとって励ますのであるこのような場合は人は苦悩を正しい意味で愛するに至るそれは神という彫刻家がある人間の性という素材に対してのみをふるい本来は官能の孔明の中に失われていたその素材の中から 理想のの自画像を刻み上げるるであるだから苦しみの中にどういった意味をそして苦しみの中だからこそ神があなたのということを彫刻家として刻み上げてくれてその中で本当に大事なものだったりしか残んじゃないのみたいなね人気ランキングとかもあるじゃないですか好きなアスリートランキング何位とかでもあったしそれでランキング入ったよとかってその時嬉しいかもしれないけどアスリートじゃなくなたらそんなのなくなるんだから一瞬は華やかな時は幸せかもしれないけど人生華やかな時一番いい時と そうじゃないと、どっちが長いんですかって、ずっとここで生きていくんですから、そうじゃないわけですよ。だから、そこのなんか生き方みたいなものって。やっぱり、自分の中でゲームチェンジしていかなきゃいけないし。そういった意味でも、僕自身としてはね、僕みたいなアスリートには、まず。読んでほしいですね。いい時がやっぱり短くて。どうしても、そこにすがりたいって気持ち、一番いい時の自分にすがりたいって気持ちがどうしても出るからこそ。うん、そういう方。には。 読んででもらいたいたすねねまずね時が経つにつれてそれがどん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 なじんできてなんとなくでもいいんだけど支えになってくれるわけですよ機械とか AI とかいろんなものが取って変わって生きていく中でもう今まで自分たちが持ってたもの知識知恵特別な技術すべてもういらなくなってしまう。 そこでガサッと多分僕たたち自がががそれれれを嫌顔にでも剥るるわけですよね剥ぎ取られた後に自分として何が残るのか僕だったらね世界チャンピオンであることが価値なのか金メダリストであることが価値なのか金メダリストだって言ったって次のオリンピックが始まったら次の金メダリストに行っちゃうしじゃあお前は何なんだって「鬼滅の刃」ってね漫画がありましたけど「鬼滅の刃」なんかってなんであんなのがあんな流行るのって残酷じゃないですか。 いっぱい死ぬし、今の現代ではっきり言うと。あまり描写としてはね。あまり拒否される描写じゃないですか、人が死ぬとかって。だけど、あれって、ね、多分。克服しがたい。欲求の順番から鬼って決まってますよね。だから、鬼の始め、鬼仏辻無惨はあれ、死を恐れてるでしょ生まれた時に、死ぬかもしれないって体って。だから、人間って克服しがたいです、死という恐怖。 上下の位置法いいうのがいるんですけどねこれはまあ一番鬼の中では一番強い鬼ですけど彼が克服でき何かしらそのあれがヒットするのも意味があると思っていてやっぱり人間のその根本的な悩みだったりとかっていうのはやっぱ変わんないしだけどその後にどういうふうな心構えをしておくべきなのかどういうふうな支えを持っておけるのかでそういったものを持っていくことが何かっていうとやっぱり先人たちが残してくれた 文章であったりとか知恵であったりとかそういうものだと思うんですまあ生きがいについてでもね、結局そういうことって書いてるじゃないですか最終的にどうなんだってこれから先はなかなか生きていくのが難しそうな人でもそこで神と出会うとか神と出会うイコール自分の内側ですよねすごくいい例え話があって神様が昔人間と共に住んでいたでもあまりにも人間が良くないから神様は隠れようとしたどうしようかって言って エベレストに行こそしたらその参謀みたいなのが言うんですよね「ダメです」「エベレストはそのうち人間登ってきますよ」あ「あ分かったじゃあ月に行こう」月「月ダメです」「人間はそのうち月も到達しますよ」え「じゃあどこ行くか」「これがいいんじゃないですか」ってでそれがいいそうしようって言って神様はそれを決めたっていう話があってそれはどこかっていうと人間が見えないところは内側だって人間の内側に入ってしまえってこれは本当に僕はねすごく美しい話だし これはある意味事実だと思うんですよやっぱり内側そこの中にいる何かっていうものを見ていくことが大事であって外外外ばっかり見ていくんじゃなくてうて、ん、内側だったり近くだったりとかのそこを見る必要があると思うし、まあ、僕もねこうやっていろんな失敗していく中でやっぱり外ばっかり見ていく中での人生で外側にあるものはガラクタだったというようにある意味ではガラクタみたいなものを、うん、集めてきたのかな。 まあ子供と過ごしてるのがすごく楽しくてですね本当になんか子供と最近過ごしてなかったんだなってことを気づかされていて,あってこんんな近くに生きっっっててあったんだと思って今までこう遠くばっかり遠くばっかりボクシングという世界においてこうなったらああなったらって夢ばっかり動いてたんだけどお風呂もねもう一緒に入っちゃいけないなと思って入ってもなかったしだけどもうちょっと近くなってこう話していたりとか近くにこうなっていくと。 ここなんだと思ってこんな近くに自分が欲しいものがあったし自分が心癒されて生きがいとなるものがここにあったのにそこを見ないで外やっとなんかそれに最近、うん、気づかされたというかそう勘違いしてねいろんなことをしてきましたけどまあ、遠回りはしましたけど今こうやってぐるぐる回ってその生きがいっていうのはね いうのであればそこかなと思いますねただ怖いんでじゃあ子供が大きくなったって言われたときね怖いは怖いですよねまたそ,その時にね探すしかないですよねその時にじゃあ何が自分にできるのかまたね苦しみ悩みながら見つけていくのか見つからないのか、うん 変えられなないものだっったりとかああるる程度の運命ってあるようなむしろその中で何ができるかってことってすごくポジティブなことであって今何ができるかなこの一瞬一瞬をどう生きていけるかってそこの大切さなんじゃないかな